皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいとありといます草コイン新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句読み飛ばすことなくすべてお読みください どこか1か所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたらこの動画の続きを見ることはできませんのでここで切ってください特にえー、誹謗中傷をね書く人はですねあの刑事罰で、えー、逮捕されることになりますのでねこれからねあなたはあの前回1犯前回2班の犯罪者になってしまいますので注意してお読みください LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想を寄せください。ステッカーを販売しております。毎日たくさん売れてます。1枚600円です。令和2年5月27日水曜日、草コイン新聞 FX 中野研究会。えっ、ー、とね、千葉県松戸市もね、ようやくあの特別警戒が解除されてですね、えー、元の生活に完全に戻りましたね。あの駅前のお店も。 空いててましてね、まあ、銀行がちょっとなんか、あのー、お店畳むような感じにしてましたけど、あのー、人がたくさん出てですね、えー、いつもの笑顔が取り戻すことになったって感じになっております。で、まあ、お天気はですね、そこそこ、あのー、太陽が出てて、暖かいあ、暖かいとか、暑いですね。湿気もあるので、<coughs> エアコンをつけないと熱中症になっちゃうって感じです。で、今日のね、話は何かと言いますと、今日のお題、なんと、松戸市の特定定額給付金、一人10万円が、5月25日月曜日に振り込まれてましたイエーイパチ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 ,パチ,パチわずか10日後のスピード受給でしたということでね、今日、あの、月末なんでね、 あのー、ちょっと振り込みとかいろいろありましたので、振り替えとかね、ありましたので、えー、松戸の、松戸駅の銀行に行ってきました。<coughs> そしたらね、<coughs> まあ、銀行に行く前に、スマホでですね、スマホのアプリで、まあ、銀行の、あのーえー、預金残高を確認したりね、えー、っと、 ふあの引き落とし状況を確認したんですけどね、スマホでね、家の中で。そしたら、なんか、よくわかんないお金が何十万か入ってたんですよ。なんだこれと思って、えー、取引履歴を確認したら、松戸市からのですね、特定定定額給付金って書いてありましたね。はい、それで、まあ、あのー、これがそのものですね。はい。 これですね。まあ、これ、いつも私のパソコンなんですけどね。あの、YouTube ライブをや,やったりね。この動画を作ってる時のノートパソコン、東芝のね、ダイナブックなんですけども。えー、まあ、周りにはね、お酒がいっぱいあってですね。あの、夜、まあ、8時半か9時ぐらいからね。まあ、毎晩毎晩ライブやってるんですけどね。土日も含めて。最近はね、お酒をずっと飲むようにしててですね。まあ、日本酒とか、梅酒とかで。最近梅酒にハマってますけどね。 あの梅酒、長屋の梅酒とかあのサントリー山崎の梅酒もスモーキーで美味しいですよ。あります。で、これはまあ、えー、いつもね、投資部ダイナブック買ってましたけど <coughs>、最近は20万円もするノートパソコン、富士通の買ってね、そっちで、えー、決算、会社のね、決算を今やってる最中です。もう少し、もう、もう数日で終わりますね。 そして、この決算の方はですね、決算で使ってる富士通のノートパソコンは画面が17インチもあってね、ノートパソコンにしては、バカでかい、バカでかい、液 <laughs> 晶モニターでね、すごくいいですね、迫力があってね。で、まあ、あの、お金ね、松戸市から振り込まれました。で、私はね、えっと、どうやって振り込ま、振り込んでもらうことができたかと、こんな早くね。なぜかというと、あの、松戸市はね、 まだ、郵便してない、郵便で発送してないんですよ。あの、特定定額給付金の、えっと、申請用紙をまだ発送してないんですよね。5月の末に発送する予定ってことになってて、まあ、6月になっちゃうかもしれないってことなんですよね。それで、じゃあ、ということで、えー、インターネット経由でね、あの、もう、まあ、申し込んだ人もいっぱいいると思うんだけども、バグがあってね、 あの僕なんかっていうのはね、そのバグの一つでね、あの僕は iPhone の8を使ってるんだけども、2018年の6月以前の iPhone8 だとあの、マイナンバーカード読み込めないんですよねで、それで申請できませんでした、2018年6月以降のですね iPhone8 とか、Android 端末じゃないと、マイナンバーカード読み込めないんですよ、読めないんですよね、IC カードがね。 だから、あのバグがあって申し込めなくて、ですね、まあ、<coughs> まあしょうがないか、郵便来るの待ってるか、郵便でね申請用紙が来るの待ってるかと思ったんですけども、も松戸市のホームページを見ると、ですね、えー、松戸市のホームページから、えー、ダウンロード、自分のパソコンにダウンロードして、それで家のパソコンで印刷をしてね、それで手書きで申請をするってことができるんですね。 でそれは郵便で申請してもいいし、えー、手持ちで持って行ってもいいんですよ。松戸市の本会の7階に、えー、特別なあの手作りのポストがあるんでね、そこに僕は持って行きました。それが今月の15日の金曜日ですね。5月15日の金曜日に持って行きました。これね、いつになるかわかんないし、で、いつの間にかね、 お金なくなっちゃいましたってね、でこれあの、お金なくなっちゃったってってね、<laughs> もらえない可能性もあるよね、可能性はゼロじゃないよね、それはね。それでここにですね、えー、これは5月16日にアップロードしたあの動画なんですけども、松戸市10万円申請裏テクニックっていう動画があるんですよ。で、これを見ていただくと、完全にですね、あのどうやって、あの松戸市のホームページでね、 完全にですね、えー、どうやって、えー、申請したのかっていうのが全部書いあの私、説明しています。であの <coughs>、こんなことやるとね、あの松戸市の職員の邪魔になるんじゃないかって話あるかもしれないけど、基本はですねあの松戸市の本館7階に行っても、手作りのポストがあるだけなんですよ。 で、そこに自分で入れるだけなんで、松戸市の職員が出てきたりなんかするってことはないです。だから、全く、あの、松戸市のね、松戸市に迷惑かけることは一切なくてゼロなんですよ。ね、よく調べないでね、なんかいろんなこと言ってるバカがいますけれども、本当ね、バカはね、知らなきゃ治んないと思うんだけど、全く調べないしね。うん。で、そんなこと言ってるとね、あの、まあ、 誹謗中傷を書き込んだっていうことでね、あの、ま、逮捕されちゃいますからね、あの世の中一掃されてきれいになるからいいと思うんですけれども、えー、持ち込んだ方が早く、私は、あのー、5月15日ですね、この動画を作る前日の金曜日に、えー、持ち込みました。夕方ですね、もう16時ぐらい、15時か16時に持ち込みました。そして、えー、ポストの中にいましたね。で、たまたまですね、あの、松戸市の、その、 特定給付金のですね、担当者の、市役所の担当者の方が、ポストの前にいたので、たまたま、あの僕はた、ね、ポストに入れて帰ろうと思ったんだけど、すいません、ちょっと確認させてくださいつってって、勝手にね、確認をされました。それで、はい、大丈夫ですつってって、ポストの中に入れただけです。なので、皆さんは、松戸市の市役所の、ね、人をわざわざ呼んでですね、中身確認してくださいという必要はありません。 はい、で郵便の、ね、切手代も、えー、そこでね、えー、節約できるしあとなんつったってスピードが節約できるよねだってポストに泣かれたらのその翌日かね翌々日に届くでしょそれやったらその日持って行っちゃった方がいいじゃないですかで我々ほら底辺生活者っていうのはこの10万円が命の綱なんですよで1日も遅れて 手に入んなければ、もう食べるものがなくて死んじゃう人が多いわけですよね。それを、あのー、やっぱりね、阻害しちゃダメですよ。うん。やっぱりね、人の命をんだって思ってると思うんですよね。だから、皆さん、まあ、特に松戸市ですけど、まあ、他のね、市区町村でも、えー、こでホームページで紙を印刷して、エクセル表でもいいんだけども、紙を印刷して、僕は手書きでね、 え持ってきました。あとは免許証のコピーと、あとは銀行口座のコピーをもあの貼り付けただけです。ノリでね。何にもしません。あとは反抗しただけです。何にもしてないです。マイナンバーなんかいらないですからね。マイナンバーの番号なんかも全然イン入れないですからね。書かないですから。マイナンバーカードもいらないしね。マイナンバー自体もいりません。 はい、で他の市区町村もこうやってダウンロードしてあの市役所に、ね、郵送または持ってきてくださいというところがあると思いますからね皆さんの市区町村に電話をするなりホームページで確認していただいてもし、ね、こういうのがあればあの僕は1、まあ、つの実績ということなんだけれども、まあ、みんながみんな10日後に、ね、振り込まれるかどうか分かりませんが私は5月15日金曜日に。 松戸市役所の本館7階のポストに入れました。そしたら5月25日月曜日にお金が振り込まれてました。というですね、お話をさせていただきまして、今日は、まあ、あの、まあ、一人焼肉するかですね、まあ、どうするかちょっと考えてますけれども、えー、まあ、夜のね、えー、9時ぐらいからの夜の、 えー、ライブではですね、久しぶりにですね、ルーレットを使ったプレゼント大会を実施したいと思います。それでは、あのー、松戸市のですね、特定給付金、特定定額給付金10万円、えー、裏テクニック申請、その後どうなったかという事後報告をさせていただきました。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。